ブルックス軍はアメリカ合衆国ジョージア州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,243人であり、2000年の15,398人から6.8%増加した。軍庁所在地はクイットマン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ブルックス軍はバルドスタ大都市県に属している。 ブルックス軍となった地域の初期開拓者は1570年頃にフロリダから到着したスペイン人伝道士たちだった。ブルックス軍は1858年12月11日にジョージア州議会の法によってラウンズ軍とトーマス軍の一部を合わせて設立された。軍名は1856年にアメリカ合衆国上院議場で、 奴隷制度反対論者のチャールズ・サムナー上院議員を杖で打ち失神させたことで南部中に喝采を博したプレストン・ブルックス会議員にちなんで名付けられた。南北戦争の時、アメリカ連合国のための主要な食料生産地であり、南部のパンカゴと呼ばれた。プランテーショントレース観光地域に入っている。ブルックス軍庁舎はジョン・ワインドが設計し、1 8 6四年に クイットマン氏スクリーブン通り東一番に建てられた。軍の役人はアメリカ連合国の金で14,958ドルを払ったが、この通貨は間もなく価値がなくなり、軍にとっては幸運な結果になった。ブルックス軍博物館と文化センターはクイットマン氏、カルベパー百121番にあり、元は図書館だった。文化センターでは年間を通じて音楽、 芸術、料理などの行事がある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は497.77平方マイルであり、このうち陸地493.62平方マイル、水域は4.15平方マイルで、水域率は0.83%である。軍の東部境界は、ウィズラクーチ川であり、この川はおよそ100マイルを流れている。 南側境界は25マイルにわたって、フロリダ州との宗教が東西に伸びている。ただし最東部は約1マイル離れた飛び地になっている。この飛び地は広さ350エーカーあり、フロリダ州との宗教はほぼ2マイルある。北西隣のコルキット郡とは東西方向に10マイルと南北方向に3マイルの境界線で接している。 軍内には2000エーカー以上の土地19カ所と5000エーカー以上の土地2カ所を含め1万以上の区画がある。軍内に、ニオイベンゾイン、アメリカトキコウ、イースタンインディゴヘビなど絶滅が危惧される植物や動物がいる。アメリカ国道ジョージア州道ジョージア自転車道1 5号線は、州内に14本ある自転車道の一つである。1 5号線の長さは246マイル。 西のセミノール湖から東のジキルアイランドまで。軍内は東西に約27.3マイルあり、クイットマン中心街を通る。ブルックス軍空港滑走路上5000フィートライツ、クタフ 122.9FSS メーコン122.4以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ブルックス軍政府は5人の委員で構成される軍政委員会である。 委員会は出す指針のもとに、軍管理官、保安官、税担当官、司法制度、及びその他の委員会や機関が動いている。ブルックス軍は、野生動物が多くいることで知られている。ウズラ、ハト、カモやシカが、野原や森に溢れている。また多くの湖や水流が優れた釣り場であり、一般に公開されている。ブルックス軍病院は、アーチボルド医療センターに属し、 25章の施設である。1935年に設立されており、現在は24時間救急対応施設である。ありがとうございます。